まあ、モデルさんの希望は白っぽい感じなんですけれども、で薬剤はブリーチだけだと、はい、こんにちは、札幌占い美容室早山賢の後藤です。今日はどうしますか？髪の毛は何かあります？写真とか。こんな感じで、はい、白っぽいやつ、毛先が白で中、根元は黒い方がいいんだっけ？根元は、はい、黒、暗めで、暗めで、結構地毛じゃない、今染まってるやつでも黒くて、はい、で毛先は白にしたいということなんですけど、僕は基本的に夜この時間から白ブリーチ1回以上やんないことにしてるので、多分2回3回やんないとなんないんですけど、なんないんですので、白は諦めましょうすいませんか、なんかそれなりに白になるように頑張ります。お願いします。いいですか？そういうゆるような感じになってます。ということで、始めます。これから、ブリーチを入れていくんですけど、1回しかブリーチしないので、まあ、モデルさんの希望は白っぽい感じなんですけれども、ちょっと白は難しいかなということです。で、毛先はちょっとブリーチ、入ってるみたいなんですが、まあ、どれぐらいティントが入ってるのかっていうのを、まあ、見ながらちょっとやっていこうと思います。で薬剤はブリーチだけだと、シャンプーが終わってブリーチした後ですけども、グラデーションのブリーチを入れて、中にですね、色の入りにちょっとムラができてしまったり早く抜けてしまったりするんで、グラデーションとカラーではこのまま流していきます。クラウドブリーチシャンスクールでは結構そのリアルな、実際にあの現場で、ちゃんと数字が上げれるような情報っていうのを、伝えていくような感じにしたいと思います。新人の子でも、プロジェクトで今2日で売れっ子スタイリストにするっていう、2日って言っても、まあ、そこにはちょっといろいろなものがあるんですけど、結構無駄なね、長い修行時間とかはなくして、まあ、早くですね、無駄をなくして教育してスタイリストにするっていうような、プロジェクトをインターネットの方で、ちょっと構築しようと思っております。こちらの方もよろしくお願いします。うん、でこんな感じですね。であと根元の方は、はい、終わりました。今日はカラーだけだったので、終了です。で結構下の方が毛先1回のブリーチだったんですけど、では皆さんさよなら、じゃあねー。